さあそれでははじめにご自身も大腸がん体験者であります向田知恵さんをお呼びいたしまして向田さんからお話を聞かせていただきたいと思いますテーマはがんから得たものと題して特別講演をいただきますそれでは向田知恵さんですどうぞよろしくお願いいたします皆さんはじめましてただいま紹介いただきましたブーケの向田と申します えっと、今日はちょっと緊張しているんですけれども、私の大腸がんの体験談をお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さん、こちらのお腹に十字のマーク一度はご覧になったことがあるのではないでしょうか。これはオストメイト、オストメイトの対応のトイレになります。ここでオストメイトについて簡単に説明させていただきます。 オストメイトというのはさまざまな病気や障害などが原因で腹部に人工肛門や人工膀胱といった排泄口ギリシャ語でストーマといいますがそのようなものを、えー、増設した人たちのことですオストメイトになりますと自分で肺便や肺尿のコントロールができなくなりますので装具をお腹につけて生活していますこちらは装具、えー、の一例です このような装具をお腹につけています。2002年、私は2002年の11月に直腸癌のため、オストメイトになりました。きっかけなんですけれども、えー、直腸癌が,が見つかったのは、微熱と腹痛と腰痛による休,休日の緊急診療がきっかけです。半年ぐらい前から、えー、時々血便があり、貧血もありましたが、 血便に関しては、えー、便秘症だったので、痔だと思い、貧血は子どもの頃から貧血気味と言われたことがあったので、あまり心配はしていませんでした当時、上海に出張,し,に出張しておりまして、帰国する当日の朝、便がとても細くて腹痛で,で排便するのも困難でした。 成田に着いたときには腹痛と腰痛で足を引きずりながら会社の近くのクリニックに来ました上海帰りだというと、えー、風と脂っこい中華料理で胃腸が疲れているのでしょうと言われて点滴をしてもらい帰宅しましたでも夜になってから微熱が出てきてお腹も腰もますます痛くなりましたので翌朝総合病院に駆け込みました 最初は内科での診察だったんですけれども、えー、血触診、血液検査レントゲンが終わった頃に外科の先生が呼ばれまして CT を取ることになりました念のため婦人科のさ診察も受けましたその結果なんですが盲腸で腹膜炎を起こしています今日は点滴をしてあし手術をしましょうでも腸にも少し悪いところがありそうです 盲腸の手術が終わったらもう一度検査しましょうねと外科の先生から言われました。盲腸の手術の時にお腹の中を見たいので少し大きく切らせてもらいますねと説明を受けました。その時には単純に何だろうって思っただけで自分はがんという言葉を浮かんでもきませんでした。後でで聞いたたことですが、が盲腸の手術が終わった時に、 家族は呼ばれがんであることを言われて本人に告知するかどうかを言わ聞かれたそうですうそして盲腸の手術,手術が終わった2日,2日目から再び検査が始まりましたその時から絶食になり飲み物はお水とお茶だけでした大腸カメラの検査が終わった翌日に外科の先生から呼ばれまして説明を受けました 残念ですが直腸と S 字結腸に近いところにがんが見つかりました手術をして人工肛門になりますセカンドオピニオンをしますか私は最初に見ていた,いただいた先生だったし、えー、はっきり言うところが言葉を飾ら,ない飾らないところが怖いという方もいらっしゃったんですがそうは思わなかったので先生にお願いすることにしましたただ出張から戻ってきてすぐの入院だったので 一旦退院してから年内に再入院して手術にしてほしいと希望を話したらだめだめもう最初の盲腸の手術の時に次の手術の日は決めておきました11月18日ですと言われましたその時にえ私ってそんなに悪いのって思ったんですが初めて自分の体の状態を認識しましたそして腸で おお腹,部お腹に腸で肛門を作ることリンパの一部と肝臓の一部を切除すること術後の抗がん剤治療について説明を受けました私はあまりにも無知でそれまで人工肛門というものがどういうものか知らなくって多分お尻に機械のようなものを埋め込まれるのかなって思っていたくらいです今思うとそれが良かったのかもしれません 詳しい説明を受けましたがあま,りもあまりにも無知であったことまた盲腸の手術から日にちが短く実前の検査や準備でとても忙しくてそしてずっと病院にいたのでネットでがんや人工肛門について調べることができなかったからあまり思い悩まずに手術の日を迎えることができたように思いますそのようなスケジュールを組んでくれた先生にには本当に感謝しています。 そして盲腸の手術から10日後に直腸がんの手術をしました ICU に戻ってから肝臓の転移がんはきれいに取れたからねと先生から言われて思わずほっとしました術後は早く動いた方が回復がいいと言われたので手術,手術の翌日から点滴棒と一緒に病室の廊下を少しずつ歩きました ベッドに自分の,ベッドに自分のと食事が運ばれてきたときには食べれる喜び,喜びでいっぱいだったんですけれども4週間絶食だったのであまり食べることができませんでしたでもその時に食事ができることってなんて幸せなんだろうと思いましたそして通常,食に通常食になってから点滴注射の抗がん剤を1回行いその後は週に1日通院で治療を続けました 治療は点滴注射を6クールその後は錠剤を2年間服用する予定でした治療が始まってから半年後の検査結果によっては別の治療に切り替えることその場合は1週間入院が必要であることそして多分私にはそれが必要になるだろうと言われましたリンパに転移はしてなかったでも肝臓に転移していたきれいに切除できた とはいえ開発再発の可能性が高いってことかと自分で納得してその時にはなぜだかあんまりショックではありませんでした諦めではなくて開き直って何があっても素直に受け入れようそんなふうに思っていました私の場合抗がん剤の副作用はそれほど強いものではありませんでした スすロッくなる皮膚の褐色かこれは顔とかがすごく黒くなってしまってショックだったんですがあとひどい手荒れのように指の皮がむけてくることと時々貧血になることと下痢になることでしたでもオストメイトなので下痢になることは大変つらかったです術後2か月退院後3週間で仕事に復帰しました 療養中は早く復帰したい気持ちだったのですが復帰の前日になって不安になりました電車に乗れるかな気持ち悪くなったらどうしようでもまあダメなら帰ってくればいいやもしそれも無理だったら先生のところ病院へタクシーで行こうって思うようにしましたその頃は病院にいるととても安心できるそんな心境でした職場の人たちには がんの,のことを話してあったので大変だったね無理しないでねと言われただけでいろいろと聞かれることがなく普通に接してくれたのが嬉しかったです電車は時間がかかりますが各駅に乗って座るようにして通勤しました当面は半日のみで治療の日は一日お休みをするので、えー 仕事に復帰というよりは自宅以外での人工肛門のケアになれるためそんな感じでのスタートになりました治療が始まってから約半年4クールが終わった時の検査結果が良好だったので点滴注射から錠剤に切り替わることになりました錠剤の場合は4週ごとの通院になります仕事が忙しくなり この先残業も確実に増えそうだと思った時に迷いましたが転職することにしました多分病気と同じこれまでと同じように働けるかなって思った時に無理はしちゃいけないと思っていても自分の生活だ性格だと今まで通り働いてしまうんだろうって思いました体調を崩してまた再発したらと思ったことと 仕事一辺倒ではなくってこれからは少しゆったりと他にも目を向けながら働きたい過ごしたいそんなふうに思うようになりましたがんになったことで人生観というか価値観が変わったような気がしますちなみにこの頃初めてケーキとかパンとかを作ってみたくなってハマってしまって現在もハマっています オストメイトになったことで障害者となりましたのでここは貪欲に利用しようと思い使えるものは何でも使おうと思って障害者雇用制度で転職しました以前の仕事が嫌に,なったの嫌になってからの転職ではなかったので未練が残らないように全く違う業界で働きたいなって思いました応募した会社の面接で 応募した会社の面接で聞かれたことは障害でどの,ようなことがどのような配慮が必要であるのかまたどのような考慮が必要であるのか質問されましたとオストメイトになったきっかけを聞かれましたのでがんのことを再発はしていないが今も抗がん剤を服用していることを説明したら念のため診断書の提出を求められました。 会社,側と会社側はえ勤務形態が通常勤務と時短勤務が選ぶことができて途中で切り替えることも可能であること社内にはガンでオストメイトになった人もいるが今も元気に仕事をしていることまた健康管理センターがあって産業医が,がいることを説明してくれました。私は無理だったら途中で 時短勤務に切り替えればいいと軽く考えて通常勤務を,通常勤務を希望しました今までと全く違う業界での仕事ましてがんを患いオストメイトになってからの転職に自分で決めたこととは言っても最初は不安でいっぱいでした配属先の部署の人たちには私が障害であること また考慮してほしいことは伝えるが障害の内容までについては知らせないということを採用担当者から聞いていました話しても話さなくてもどちらでもいいということでした私は迷ったんですけれどもこれから一緒に仕事をしていく人たちにきちんと理解してほしかったので入社初日の挨拶の時にまだ治療中であること トイレの回数が多いことや、自分の意思に関係なく、ガスおならが出てしまうことなど、癌のこと、オストメイトのことを話しました。皆さん真剣に話を聞いてくれていたんですが、そのその時の反応が。無理なことは遠慮しないで言ってください。楽しく働きましょうと意外と意外とあっさりとした反応で、こちらの方が逆に驚きました。 それまでがんやオストメイトのことを人に話すと皆一様に同情顔になり当たり前の反応だと思うんですが当事者にとって同情されるっていうのは結構へこんだりするものでした転職の時はそのようなことがあまりなくって私は生まれ変わったような新鮮さを感じて時にはがんであることオストメイトであることも忘れるようなことができて働くことができました。 ただ忘れすぎてしまって懇親会で暴飲暴食をして下痢になることがたびたびあり後悔しても後の祭りなんてこともあったのですがここで多くの職場仲間ができました仕事にも慣れてきて順調だった頃なんですが錠剤の服用も終わった術後3年半年ごとの CT 検査で再検査になりました 放射線の先生の所見は骨盤内に影があり再発の可能性を否めないというものでしたついに来たかやっぱり来たかってその時に思いました主治医からは血液検査の結果腫瘍マーカーは上がってないけれど再検査しようねって言われました私は CT を取る時の造影剤にアレルギーがあったので再検査は MRI 検査になりましたがその時の結果は 水影は消えていてサードスペースに水分が溜まっていたと思われるというものでした術後半年後には「気の毒だけど多分病院に戻ってくるだろう」って医療チーム内で言われていたんだよ「本当によかったね」とその時に主治医から言われましたその後二2回ほど再検査になりましたが再発することなく5年が過ぎました 私は本当に運が良かったのだと思います。私は発病してからのことを思うと働けるだけで満足でしただから結婚について考えたことはありませんでした3年前仕事の相談相手であり愚痴相手であり飲み友達だった同僚からプロポーズされました私は年上だし癌だったのに オストメイトなのに本当に私でよいのだろうか彼にはもっとふさわしい人がいるはず体のことや将来のことを考えると私は自分のことに責任が持てなくって悩みましたでもがんでオストメイトになったことも承知の上で全てを受け入れようとしてくれている何かがあるとか なないいととかで人のことを判断するつもりはないそう彼から言われて私は勇気を出してみようと思いましたそして2012年ちょうど術50年たっているんですがその,時その時に結婚しましたあの時癌だからオストメイトだからって諦めなくてよかったと思っています癌になったことで オストトメイトになったたここととで多くのことを学びました聞きたいことはある話したいことはあると術前に看護師さんがベッドに来てくれて手術のことよりも家族のことが心配心配かけて親不幸だって話を聞いてもらったら自分でも驚いたのですが告知されてから初めて泣きました。多分 告知の時には家族も一緒だったので心配かけたくなくって気丈にしていたのかもしれません私は泣いたことによって気持ちが落ち着いたような気がしますまだ抜死前の腫れが引かない状態だった自分のストーマ人工肛門を初めて見た時正直言ってとてもショックでしたでも「わあ美人のストーマーね美人さんね先生にいい形に作ってもらってよかったね」 て看護師さんに言われて本当って半分半信半疑だったんですけれどもとても嬉しくてそうしたら自分のストーブが本当に美人さんに思えてきて私は元気になりました「大丈夫ですよ頑張らないで僕たちが頑張るからね」「術前や術後抗がん剤治療が始まるときに主治医の言葉に「大丈夫なんだ頑張らなくって」 我慢しなくていいんだって思ったら気が楽になって痛いとか苦しいとかつらいとかを我慢しないで口に出せるようになりました退院してから不安になった時もこれらの言葉が浮かんできました病気になると心以外に心も弱ってしまうんだな自分でも思っていたよりも弱い,弱い自分に気づくことができました 発病してから苦しいこと辛いこと悔しいこと悲しいことがたくさんありましたでも楽しいこと嬉しいこともたくさんありましただからといってがんになってよかったとは言えません結婚はできなかったかもしれないけれどもがんにならなかったら違う人生を歩いていたと思いますでも私はがむしゃらに働いていた時には気づかなかった 気にもしめなかったようなことを気づくようになりました例えば足の不自由な方だったり気分が悪そうな方だったり自分の療養中を思い出して声をかけたり手を差し出したりができるようになりましたありがとうって言われてありがとうって言ってくれてこちらこそありがとうって気持ちになりました多くの方に助けられて支えてもらって 優しさに触れて諦めてはいけない勇気をもらいました人の痛みや辛さ悲しさを以前よりは少し別れるようになれたと思いますご近所の方に病,病気してつらかったでしょうに以前より明るくなったね話しやすくなった前はギスギスしてちょっとお高い感じがしたんだけどなど言われました そん,なにそんなに暗くってお高い感じだったのかなでもきっとそうだったのでしょうね私はこれからどんな時にも前向きでありたいと思います多くの方に助けられての今がありますだからこそ病院に行って検査を受けるようにしています猛暑の時からの主治医の先生が開入院になられたので 自分で勝手にホームドックターと決めて何か体調に変化があれば先生を訪ねます昨年の11月頃からめまい、胃痛、下痢が続き不安になって大腸か血液検査と大腸カメラ胃カメラとピロリ菌の検査を受けました結果はピロリ菌がいて胃炎だったのですが胃がんになるリスクもあるので年に1回は 胃カメラの検査を受けましょうねと先生から言われていますいつも検査は怖いです結果をと聞く時は特に怖くて先生の顔を見入ってしまいますでも今回はピロリ菌も除菌できたし今後もし何か見つかったとしても早期発見だから大丈夫だって思っています皆さんも不調を感じたらおかしいと思ったらぜひ病院に行って検査を受けてください 何もなかったら安心もしますし何かあっても早期発見につながりますから次に私が入っていますブーケの会について少し紹介させていただきますブーケは若い女性オストメイトのゆえの悩みを相談し合える場所が欲しいとの思いから発足した会です私はインターネットでオストメイトの情報を検索しているときにブーケを知り 2003年の術後2ヶ月の時に入会しました同世代の女性オストメイトと知り合えて病気やストーマの話がごく自然に話せたことはとても嬉しいことであり心のリハビリにつながったと思っています様々な情報とたくさんの元気がもらえるそんな会です 最後になりましたが、緊張しながらお話ししたので、どこまでお話でしたか疑問です。でも、今日こうしてお話しさせていただけたことが幸せであり、多くの方に感謝したいと思います。ご清聴ありがとうございました。